さ、今日はペル君何をするんだい？まな板です。ヌオッとドストレート企画発表来たこれ。まな板を企画のメインに置くのは結構久しぶりな気がするね。そうですね。たまにツールとしては出ていましたけど、タイトルからデカデカと出ることはなかなかなかったですね。今回はまな板メインということで、かなりぬるゲーの予感がします私。それはいつものことだと思います主さん。ということで、早速まな板を作りましょうか主さん。主さんが頭に浮かべるまな板を今から作ってくださいね。どういうことそれ？私が頭に浮かべているまな板なんて一つしかないけど、まず、とにかく伐採しまくるでしょ？そんでカットオールでどんどん木を伐採するでしょ？村を発見して、とにかく作業台を作りまくるでしょ？そうです、その流れです主さん。そしてこの作業台を9つクラフトすることで、はい、まな板の出来上がり。今は木のグレードだけど、石、鉄、金、ダイヤ、エメラルドの順にアップグレードしていって、一度に増やせるアイテムの数を多くできるんだよね。今主さんが作ったまな板は、ブロックを増やすためのまな板ですね。設置してあるブロックにまな板で右クリックすると、そのブロックがアイテムとして出てくるという仕組みです。しかしこれだと、手持ちのアイテムを増やすことができないですね。そんな時は、まな板9つで作れる、まな板ブロックなるものを使いましょう。このまな板ブロックに向かって、増やしたいアイテムで右クリックすれば、こんな感じでアイテムを増やすことが可能。これがまな板だよね。私は愚か。私の動画を見てくれているみんなわかってると思うよ。なんせ結構な頻度でこのまな板は使ってるからね。それじゃあ別のまな板を作りましょうか。おっとこれは意外な展開だ。この世には2つのまな板が存在します。1つは主さんが先ほど作ったまな板。そしてもう一つが今画面に映っているまな板です。私が知っているものとはまた見た目が全然違うけど、いきなりダイヤモンドが必要なのか。こっちのまな板は、特にグレードとかは存在しないですからね。最初に作るコストはかなりかかりますけど、作ってしまえばもう世界の全てを入手したと言っていいでしょうね。それはどっちのまな板も一緒だね。今回はこちらのまな板をメインにマイクラを遊んでいきましょう。そしたらまずはダイヤの確保からだな。さあ主さん今回はどのようにダイヤを手に入れるのでしょうか。今回はまな板も入っている何でもありの世界だから、私の能力も何でもありと、ということはあの能力を使うしかないね。変身。皆さんおはようございます。ディアンシーセブンでございます。またしても登場してきましたか。ディアンシーに初めて変身したのは、こちらの動画になりますね。サイレンヘッドがいる世界、とにかく恐ろしかったけど、それ以上にソルガレオの能力が恐ろしかったね。見てない方はぜひ見てくださいね。それでディアンシーの能力。このアイコンを右クリックするだけで、ダイヤを呼び寄せることができます。ダイヤモンドに関しては、まな板は一切必要ないというね。ポケモンに変身できる能力にまな板をプラスしちゃったら。特にいい言葉が浮かばなかったんですね。ディアンシーのおかげで、あっという間にダイヤブロックが揃ったわ。ダイヤブロックってこんなに簡単にゲットしていいものだっけ？今から疑問に思うことでもないと思いますよ。はい、もう一つのまな板完成。私が今まで使ってた、クリックまな板とどう違うの？このまな板は、レシピでアイテムを作るときに、64倍まで増やしてしまうという効果です。ダイヤブロックをダイヤ9個に解体できるところを、その64倍の576個にまで増やしてくれるというわけです。このまな板もやばいモッドでした。こっちは、レシピが揃わないと増やせないタイプなんだね。それじゃあ、土からマスターボールを64個作れるようにしたら、まな板でどうなるかというと、マスターボールが4096個。すげー。まあこんなにマスターボール必要ないんだけどね。ポケモンの種類は1000もいないですからね。ただ、土とまな板があれば、無限にマスターボールを手に入れれるね。土からマスターボール作れたらまな板必要ないのでは。今のレディバすごい頭突きしてたな。モロハの頭突きでも覚えようとしてたのかな。このように、どれだけマスターボールを投げまくっても大丈夫というわけだ。これならポケモン図鑑完成もあっという間だな。今から図鑑完成まで何日かかるかやってもいいぐらいだよ。それだと企画が変わってしまいます主さん。まな板だと、レシピがないとアイテムを増やせない仕様ですが、このように、まな板をかまどに焼くことで、まな板の源になります。まな板を焼くという斬新な行動。このまな板の源の使い方はとっても簡単。増やしたいアイテムと合わせるだけで、このようにアイテムを64個に増やしてくれるんです。一つのアイテムを増やすためのまな板はちゃんとあるんだな。これで、レシピでしか増やせない問題は解決です主さん。素晴らしいな。さらになんですけどこのまな板、装備や武器にもなるんですよ主さん。なんだとまな板が武器に。こんな感じで、普段の装備のレシピと同様にまな板を置くと、普通に装備が作れるんですよ主さん。これはおかしいと思います。
ということで今から本題に入ります。今回はこのまな板で作れる装備が草から出てくるようになりました。どうしてそうなる？草からまな板の武器や防具が出てくる世界で立ちはだかる敵をバッタバッタと倒してください。主さん、それが今回のメインの企画なのね。まな板を使って何か企画をやるのは分かってたけど、まさかまな板の武器を使うとは思わなかったな。なんかすごい説明欄ビカビカしてるし、すでに凄まじい性能であることがひしひしと伝わってきますね。エンドポータルフレームが出てきているということは、まずはエンドラを討伐しろということか。その通りです主さん。結果がどうなるかは大体わかってますけどね。とりあえずまな板の防具を一式揃えるか。草からまな板が出てくるという、チートとチートを重ね合わせた意味不明な企画になってるじゃん。っていうかまな板あるんだからわざわざ草から出さなく。うわーっとその言葉言っちゃダメです主さん。まあまあ、そんな細かいことは置いておいて。防具も一式揃いましたよ主さん。今装着してるけど、まな板の防具は見た目が見えないんだね。透明ですけど、その性能は凄まじいですよ。まず、スピードとジャンプ力が上昇します。本当だ、いつもよりも身のこなしが軽いぞ私。あれでも、防具をつけた時に出るあのアーマーのマークが出てないけど、防御力は上がらないのかな？それはエンドラと戦ってからのお楽しみですよ主さん。楽しみにしておきます。よし、それじゃあエンドポータルとエンダーアイをまな板の源で増やして。エンドラを切り刻んでみせましょう。急に恐ろしいこと言い始めました主さん。変なところにスポーンしても大丈夫。まな板のツルハシでノンストレスにエンドストーンを破壊できるからね。ちなみになんですけど、まな板のツルハシでもエンドラをアンパンできる力があります。そしたらもうわざわざ剣持つ必要ないじゃん。まな板の弓、エンダーマンに当たるのか。あた、しゃ、さあ、あれれ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 、弓ってエンダーマンに当たらないんじゃなかった？まな板の武器にマイクラの常識が通用するとでも？そうでしたねペル君。この世界に常識を持ち込んだ私がおバカさんでした。どうも最強チート使いのおバカさん、ポケモントレーナーマインクラフターセブンでございます。別名が長すぎます主さん。今度はまな板防具の力を見ようか。見た目変わってないけど、ちゃんとまな板防具着てます。そもそも攻撃もされないのね。ダメージが入る入らない以前の話でしたー。これがまな板防具の力か。防御力とかそういうのをはるかに超越していますねこの防具は。エンダーマンが付き人みたいな感じになっちゃってるもん。エンダーマンさん、私の SP になってくれてるのかな？でもごめんなさい、私 SP 必要ないの。私最強だからさ。さ、エンドラをちゃちゃっと倒して表の世界に帰ろうか。弓がマシンガンみたいになってます主さん。マシンガンどころの強さじゃないでしょこの弓。エンドポータルの他にも、ソウルサンドとイザスケの頭も出てきたということで、これはウィザーを討伐しろってことでいいよねペル君。そういうことであっています主さん。いくらなんでも、ウィザーがエネルギーチャージ中はノーダメージ判定だね。そこの壁はさすがのまな板の剣でも突破できなかったみたい。そしてリスキルを逃した。主さん早く倒してください。野生のポケモンたちがとばっちりを受けています。やめるんだウィザー。ねえ、気のせいかなペル君、私飛んでるように見えるんだけど。飛んでましたね主さん。言い忘れてたんですけど、まな板防具を一式装着すると、飛べるようになります。とことんチートなんだなまな板って。しかもとんでもないスピードだし、空を飛べるポケモンに変身してもこんなスピードは出ないぞ。これで移動も自由自在です。このように、まな板装備はゲームバランスを崩壊させる恐ろしい性能を誇ります。この装備なら勝てるのではないでしょうか。以前、圧倒的な強さで主さんに立ちはだかり、チート状態のポケモンに変身しても勝てなかった、カオスガーディアンに。だ、確かに、この最強を超えた装備を身につけていれば、あのドラゴンにも勝てるかもしれない。よしベル君、もう一度エンドに行くぞ。ということで、再びエンドにやってきました。カオスガーディアンについて少し説明を。まあ、説明するほどでもないんですけど、ヤバいドラゴンです。本当に説明する必要ないな。どれぐらいヤバいかというと、クリエイティブでも倒されるぐらいの強さです。クリエイティブを打ち破る強さと、まな板の強さ、どちらが上か気になるところではあるな。それを今から確かめに行きますよ主さん。私のリベンジもあるからな、まな板装備が上回ってほしいところだが。さあいよいよ決着の時です。クリエイティブすらも破壊してしまうカオスガーディアンか、圧倒的チートのまな板か、どちらが勝つか見ものです。近接で殴りに行こうとすると返り討ちに遭うかもしれないからな。ここは弓で攻撃する。遠距離攻撃が効くのかわからないけど、久しぶりに会ったけどやっぱ凄まじい攻撃の仕方だな。クリエイティブですらも倒してしまう攻撃が来る前に、こちらから手を打った方がいいですよ。それもそうだな。暗いまな板の弓行くを。
倒しちゃった。っていうか倒した後の演出すごすぎでしょ。ということで、カオスガーディアンとまな板装備との激突の結果、まな板が圧勝しました。いや、誤解がないように言っておくけど、カオスガーディアンって本当にヤバいドラゴンだからね。さっきの攻撃はほんの一部だし、ちょっとだけでもこのドラゴンは違うって分かったでしょ。まあそれ以上にまな板がヤバいということですね。もうまな板に勝るものはないわこれ。あったらコメントにお願いしますね。ほら見てよ、今カオスガーディアンに変身してるけどさ、HP すごいことになってるでしょ。これが普通の敵として出てくるモッドがあるんだぜ。っていうかなんで後ろ向きで飛んでんだ。本当だ、後ろ向きで飛んでますね。カオスガーディアンの強さまで行くと、後ろ向きで飛ぶのが普通になるらしい。本気の戦闘体制に入る時だけ、前向きに飛ぶようになるとか。どういう設定ですかそれ。飛び方カオスすぎないですか。ということでカオスガーディアン7でした。OK 相棒、まな板装備がとにかく強いことは分かった。私が装着する分には、そこで疑問が生じたんだけどさ、ゾンビに持たせたらどうなるんだろうね。ぬおっとこれは最強ゾンビ誕生の予感。まず、ゾンビはまな板の剣を持つのか？そしてゾンビがまな板の剣を装着した時、ゾンビは最強になるのか？実験してみましょう。難易度をハードにして、ゾンビが落ちてる装備を装着しやすくする。そしてゾンビの群れにまな板の剣をドボン。これでこの中の誰かがまな板の剣を拾うといいですけど。拾ってる気配がないですね。私を認識しているときは装備を装着しないのかな。ということでクリエイティブで私がいないことにしてみる。装着したー。ダメ元でやってみたけど本当に装着しちゃったよ。っていうかその剣持つとゾンビかっこよく見えるな。よっしゃまな板剣ゾンビ早速私と勝負しようぜ。もう主参戦東京じゃないですか。ノーダメージ。やっぱりまな板防具意識には通用しなかったみたいだな。じゃあ一つ防具を脱いでみたらどうだ？剣を持ってないゾンビからもダメージ受けてますよ。あ、まな板ゾンビがスケルトンに。最強ゾンビ来たー。ということでゾンビが装着してもまな板の強さは変わらないです。これまな板防具も装着したらヤバいゾンビの完成じゃん。なんだセブン、こんなまっさらなチュンジョジ出して。いやちょっとさあレジミガス。草からすごいもん拾ったからちょっと装着してみてよ。なんだ我に防具とか武器を装着しろと。我は武器に頼らない主義なのだが。まあまあ、そう硬いこと言わずにさ、まな板っていう装備なんだけどさ。そんな名前の装備、聞いたことないがな。この防具を着て一体何になるって言うんだよー。力が溢れてきたぞ。なんだこの装備は。これがまな板の力なんだよレジギガス。よし装着したな。ならば私と勝負だ。私もレジギガスと同じ装備をしている。同じ装備を装着した時、どちらが勝つか。それすなわち、私とレジギガスどっちだ。まな板。ちょっと待ってペル君、私の知らない何かが飛んでるんだけど。何か見つけたんですか主さん。はい見つけました。なんでしょうかあれは。フェアリーという名前みたいですね。フェアリータイプのポケモン。いや絶対ポケモンではないです。このフェアリーが実装されて、どんなモッドが今回入っているかピンときます？いや全くピンときません。そもそもあのフェアリー初めて見たし。それで、今回はまな板企画なんだよね。そうです主さん、今回はまな板企画です。いや、今回もですね。完璧まな板の沼にはまってるんだよな。もう足から抜け出せないもんな。自力脱出不可能じゃないですか。あれ？こんなところに村人がいるけど、遥か遠いところから私に会いに来てくれたのかな？もう渡してれちゃうな。そんなことはさておき、この村人は一体？交換アイテムを見てみましょう。交易できるアイテムがなんか特殊な感じになっていました。まな板の剣じゃないか。しかもこれ、最上位グレードの神グレードじゃん。今回は、この村人とまな板の剣神を交換することを目標にします。そっか、無料ではもらえないのかいち。交換するアイテムは何ですかこれは。モブジラの鱗ですね。要するに、ボスモンスターのドロップアイテムですね。ちなみに今回新しく導入したモッドは、アースポーンでございます。めっちゃ久しぶりな気がするアースポーン。もう本当に何年も前に遊んでた記憶あるけど、ボコボコにされた記憶しかない。今回は主さんがボコボコにする番ですよ。でも私が昔アースポーンの動画を上げてたなんてわかる人いるんだろうか。そしたら相当主さんの子さんリスナーですよね。その人にはもうセブンガチ勢の称号をあげていいんじゃないかな。名誉あることなんですかそれ。バッチバチに名誉ある称号でしょうよ。ということで、モブジラを倒しに行くために準備をしましょう。まな板が使えるってことは、いつも通りでまな板を作るところから始まるのか。ちなみに今回のまな板のモードは？イージーモードでございます。きたー。
イージーモードとなればもう怖いものは何もない。作業台と丸石さえ集めれば世界は私のものだ。ということで今回もまな板の登場でございます。まな板の実績もしっかり解除していきました。まな板作業台でもう一回まな板を作ったらもう完璧。まな板の剣紙を入手するのは時間の問題だろう。ちなみに主さんの顎の攻撃力はどれぐらいあるんですか？ざっと7万ぐらい。結構高いんですね。今度主さんの顎だけでインドラ討伐企画やってみましょうか。意味不明すぎるからやめてくれ。ということでまな板作業台64個作成。これができれば、あとはまな板のツールと装備をどんどん作っていくだけ。もうまな板装備を作る流れもスムーズになりましたね。そりゃあまな板の沼にはまったらスムーズに作れるようになるよ。多分これは視聴者さんも一緒だろうね。まな板装備装着完了と言っても見た目は何にも変わってないんだけどね。このまな板ツールは、シフトや右クリックを押すことで、ブロックを壊す範囲やエンチャントノームを設定できるようですね。最大範囲で木を伐採しまくってたら、それこそ自然の破滅を導かねないな。こりゃあすごいわ。でも今回こんなに原木必要ないですよね。別に家を建てるわけでもないからね。ただただ爽快なだけという。いやペル君シャベルもすごいよ。これなら聖地もあっという間だ。いや主さんもグジラを倒すことが目標なんですけど。聖地楽しい。ということでモブジラを倒しに行こう。モブジラってどこ？モブジラとのバトルをするには、まずアリを見つけましょう。アリか、アリが突然変異して最強モンスターに変貌を。そんなバイオ映画的展開は起きませんから。この建物初めて見るぞ。中にスポブロが入っているみたいだけど、ポケモンセンターではなさそうだな。どう見ても違います主さん。アッポーストの住処だったようだね。チェストは普通でした。なんかいつもと違う牛さんがいるけど、いろんなアイテムをドロップする牛さんが実装されていますね。攻撃すると突然変、バイオ映画的展開はないですから。これもオアスポーン。オアスポーンで追加されたアヒルさんたちが水浴びをしています。これで水を浴びることで自身の体にと。アリがいますペル君。しかし様子がおかしいです。虹色なんですこのアリ。主さん探しているアリはまさにそれですよ。そのアリを右クリックしてください。右クリックするだけでいいの？そしたら世界が開けます主さん。なんか別のディメンションに飛ばされたっぽいけど、見た目の変化は特になさそう。なんかいるんですけど、明らかにヤバい敵だよね。多分ヤバい敵だと思います。私を認識して飛びかかるとか本当に NG だからな。私はああいうタイプのモンスターが大嫌いなのだ。と言いつつしっかりと距離を詰める主さん。近くに村があるんだけどこれ襲撃されない大丈夫？いや私が倒せばいいだけなんだけど。これは、クモのロボットのようですね。ほら主さん、普通のクモがロボットの操縦をしています。クモにそんなロボット操縦の能力あったのかよ。このロボットの HP は、1500ありますね。ということは、ウィザー5体分の HP があるってこと？そんなモンスターが平気で歩き回ってるの？どんな世界なんだよここ。ここは、村マニアの世界と呼ばれるディメンションです。村がかなりの頻度で生成されているので、たくさんの村人と交流したい、という人にはうってつけですね。その代わりこんな感じに恐ろしいモンスターがわんさかいますけどね。村人と交流するためのリスク大きすぎやしませんか？特に夜になると、今みたいなモンスターがわんさか出てくるみたいですよ。主さんの戦闘の血が騒ぐんじゃないですか？いや私別に戦闘民族とかではないんですよ。でもあんな化け物がいる世界で住んでいる村人なんだから、さぞすごいアイテムと交換してくれるんだろうな。普通でした。村人の突然変異は起きていなかったようですね。村人に関しては起きてて欲しかったなぁ。ということで、化け物がお祭り騒ぎする夜になりました。早速爆撃いただきました。なんかどこかのダンジョンのボスとして君臨してそうなモンスターが、普通のゾンビ感覚で出てくるのやばいでしょこの世界。これが村マニアの世界です主さん。一度暮らしてみてはどうですか？遠慮しときます。まな板装備してるからこんな観光気分で折れるけどさ、まな板なかったらこれ完全に絶望ものだよな。一回まな板取ってみます。やめろー。この世界に出てくる敵ってすごい近代的なんだよな。まんまじゃない？まんまだよねこれ？まんまゴム兵ですよね。いやでも爆発しなければそれに似てるだけってことか。なんでカエルの鳴き声なのよ。まんまやないかい。おっ、ゾンビをワンパンできるぐらいの威力はあるみたいだな。その威力を圧倒的に超えてくる主さん。まあ私まな板なもんでね。いやいやちょっと待って、モブジラって普通に出てくるのかよ。あれで合ってるよね。明らかにそれっぽい見た目だし。そうです。こちらが今回のメインターゲットです。と言ってもこっちまな板だしすぐ倒せると思うけど。あ、そっち村だけど、思いっきり村に襲撃してるじゃん。やめるんだモブジラ村を攻撃するんじゃない。これは早急に倒した方が良さそうですよ主さん。まな板防具でも倒されるような技はなさそうだな。モブジラに密着して攻撃しまくればどこかに判定当たって倒せるだろう。いやでも本体の頭それぞれに判定があるのか？とにかく攻撃してみましょう主さん。頭は頭で判定があるっぽいな。
にワンパンできねえ。剣が有効な敵はすべてワンパンしてきたのに、普通に耐えられてるんだが、ちょっと予定してたのと違うよペル君。それに関しては僕も予想外ですよ。まさか耐えられるとは思ってませんでした。しかも攻撃判定が微妙だからあんまり攻撃当たらないし、自動回復あるから少しずつ回復もしてってるんだよな。普通に厄介だぞこのモブジラ。そうなってくると気になるのがまな板のワンパンできるんかい。近接攻撃に対しては、凄まじい防御力を持っていましたけど、やはり弓の対策まではできていなかったようですね。よし、モブジラのウロコゲット。これであの村人と交易ができるぞ。それでなんか霊眼を拾ったんだけど。おー。着弾した場所が爆発する武器みたいですね。これはこれで強そうだな。この武器で PVP なんてやってみたら結構面白いかもしれないね。オアスポーンには様々な種類の武器も追加されますから、それを一回試しに使ってみるのもいいかもしれないですね。まあ結局まな板に落ち着きそうな気はしますけどね。バックするときはこの銃使った方が早いな。なんか使用量と変わってないですか？はい村人さん、モブジラの鱗持ってきましたよ。これで私は神の力を手に入れることができる。すごいオーラがあるな。こういうオーラがある武器は大体とんでもない性能だからね。さあ主さん、神の裁きを下しちゃってください。大体の敵をワンパンできる力はもちろんあるだろうけど、それ以外の特殊能力とかあるの？あっこれ絶対ヤバいやつだ。剣を一振りするだけで、周りの敵を一網打尽にできます。それってここから見えない敵とかも全員ってこと？一度アイテムをなくして、再度剣を振ってみてください。今手に入ったアイテムすべて、敵モブがドロップするアイテムですね。ってことは、私が知らない場所でも敵はもう倒せてるってこと？そういうことになりますね。すげー。ほわー。右クリックしたら雷が落ちるようになったけど、これぞまさに神の裁きですね。右クリックで神の裁きを下せるのか、やはり神の力は偉大なようだ。神の裁き乱用しないでください。さあ、この神の力を持つまな板の剣を使って、これまたオアスポーンのボスを倒しに行ってみましょう。またアリを右クリックで別ディメンションにレッツゴーか。さっきは虹色のアリを使って別世界に行きましたが、今回は茶色のノーマルなアリでした。そしてたどり着く場所がこちら、ユートピアでございます。ここはすごく良さげな場所そうじゃん。さっきの村マニアの世界みたいに、おぞましいモンスターどもも全然いなさそうだしさ。あってもあそこに建築物あるわ。ああいうところに近づくと、ひどい目に遭うって感じだな。ザッツライト。ここ、ユートピアには鉱石ブロックがたくさんある建築物があります。こちらの建物ですね。金ブロックとかエメラルドブロックが大量にあるから、ここに来れば鉱石不足は解消できそうだな。さあ主さん、そこのチェストを開けてみてください。キングのスポーンエッグ？名前からしてすでに豪壮だもんな。このキングというモンスターと戦ってみましょう。キングはモブジラよりも HP が高いドラゴンです。その名前にふさわしい、凄まじい強さを誇ると思いますよ。めっちゃでかいじゃんこのドラゴン。しかも HP 驚異の7000。さあ、この王の称号を持つドラゴンを、神の裁きで破壊することはできるでしょうか？わっぽいすごい攻撃食らったな。でもやっぱりまな板を貫通するまでにはいかないみたいだな。それじゃあ今度はこっちの番だ。まな板に匹敵、それ以上の力を持つのがこの史上最強のクリーパー、タイタンクリーパーです。ちょっと待ってどっか行っちゃったよ。おーおーおーい、どこに向かってるんだいタイタンクリーパーよ。あっ主さん、あそこには村があります。タイタンクリーパーは村を襲撃しているんですよ。またかよ、今回のモンスターたちどんだけ村襲撃したいんだよ。ちょっと待てこのクリーパー襲撃のレベルが違いすぎる。襲撃というより破壊しとるやんけ。このままでは全ての村が破壊し尽くされてしまいます。早くまな板の剣で破壊しないと。ちなみにサバイバルにするとワールドから追放されるので、やむなくクリエイティブにしています。今回の相手であるタイタンクリーパーは、クリエイティブでも普通に倒せる技があるので安心できないですよ。神の裁きが効かない。神の力をもってしてもこのタイタンクリーパーには効かないのか。通常攻撃でも一切ダメージが入ってないですね。そして火炎放射と。今から神の裁き連打するよ。はい今連打してます。タイタンクリーパーの様子は？行くともしてないです。マイクラの世界征服をするためには、どうしたらいいのだろうと僕考えました。初っ端からとんでもないこと考えてるじゃん。そして僕は一つの結論に至りました。マイクラの世界征服とはすなわち、
すべてのアイテムを入手でき、無限に増やせる状態にすること。大体どんなモッドを使うのかは予想できてきたぞ。無限に増やせるという状態を満たすためには、まな板モッドが適切でしょう。はい、今回もまな板来ました。ありがとうございます。問題なのは、すべてのアイテムを入手できるということ。この世のすべて、本当にくまなくアイテムをゲットする方法は、探すのはかなり難しいでしょう。しかし、限りなくすべてと言ってもいいアイテムを自由に作れるようになる力、それが、この世界には存在するのです。錬金術。合わせてはいけないものを今合わせようとしています。もう合わせました。ということで今回は、まな板と錬金術モッドを利用して、マイクラの世界を征服しよう。イエーイ。とんでもない企画名だな今回。ということで今回は、まな板と錬金術という、禁断のモッドを組み合わせてマインクラフトをしていきます。まな板と錬金術が合わさると聞いたら、もう世紀末を感じずにはいられない視聴者さんもいるだろうね。そして、まな板と錬金術を導入したのはいいですが、導入したらその時点で征服完了というわけではもちろんないです。ではどこから征服完了という線引きをするか？今回は、征服完了を達成するための2つの目標を作りました。まず1つ目は、まな板作業台を作ること。これはもう皆さんご存知だし、絶対入ってくると分かっていたね。それじゃあもう1つは何かというと、錬金大全を作るというものです。錬金大全。錬金大全は、すべてのアイテムを作れるようにする最強アイテムです。ここのすべてというのは、名前の下にあるこの EMC という価値があるアイテム限定になりますけどね。この錬金大全は5000万 EMC で作れるってわけか。そして見慣れないアイテムがたくさん。今回は、まな板作業台とこの錬金大全を作ることが目標です。ピクセルモンも導入してあるので、ポケモンと協力して素材集めに励んでください。よっしゃ、それじゃあ世界征服目指して素材集め頑張るか。たとえまな板と錬金術が合わさって入っていたとしても、やはり最初は原木集めからなんだよな。マイクラはすべて木材集めから始まりますからね。そして今回の相棒はクワーチャモでございます。隠れ特性の加速でございます。っていうか隠れ特性って、前の言い方は夢特性だったんだよね。アチャモの加速を夢特性か隠れ特性か、最初に頭に出てくるのはどっちかで、世代が分かれてくる気がする。ちなみに主さんはどっちが最初に頭に浮かぶんですか？もちろん夢特性の方だね。いつも通り作業台を作って、ツールルイを作って、アルパカを連打する。それは必要事項に入ってるんですか？っていうか主さんアルパカって言ってますけど、ラマですよ。そうだったんですか。そんでラマって何ですか？主さんが連打してるやつですよ。ラクダの一種らしいですね。あ、そうなんだね。見た目てっきりアルパカだと思ってたんだけどな。でも、アルパカとラマは、両方ラクダの一種に入るみたいですよ。やっぱり似た者同士だから、まあ実質アルパカということで、私は間違えてなかったんだ。いや、あれはラマなんですって主さん。何でもかんでも決めつけるのは良くないと思います。いや、ラマに関しては変わりようのない事実なんですって。ラマとアルパカ争いをしているうちに石のツールにグレードアップだペル君。さすが主さんやることが早いですね。ちなみに今回のまな板はノーマルモードなので、まな板作業台を作るにはダイヤブロックが6つ必要です。つまりダイヤを54個集めないといけないわけだ。でも、クリックまな板があれば簡単に増やせない。いや、クリックまな板の方は導入されてないですよ。あれ？まな板作業台を追加するまな板プラス、木材から簡単に作れて、アイテムを無限に増やせるクリックまな板、両方入れてるんじゃないの？今回はまな板プラスだけですよ、主さん。え、まな板プラスしか入れてないの？クリックまな板も入れちゃったら、あっという間にまな板作業台と錬金大全作れちゃうじゃないですか。そこはペル君のこだわりなのか。そうですね。まな板入れるときはどちらか一つが基本ですね。まな板が両方入ってるときはかなり特殊なときなんだね。そういうことですね。その二つのまな板が導入されてたら貴重ですよ皆さん。途中途中でしっかりポケモンバトルは挟んでいかないとね。加速アチャモが暇を持て余しちゃうから。ポケモンのドロップアイテムもうまく駆使していきましょう。あらゆるポケモンがダイヤを落としてくれたら全て解決なんだけどな。この企画あっという間に終わるじゃないですか。この古風雷ひたすら守ってくるじゃん。防御だけではポケモンバトルは勝てないのだよ。古風雷は糸をドロップします。ダイヤじゃなかった。そりゃそうですって。今回そういう世界じゃないですから。まな板と錬金術がある世界ですから。そっちのがヤバい気がするけどな。しまった直接攻撃したから不死での毒のトゲが突き刺さった。まだ回復装置作れないですし、村も近くになさそうですよ。最悪ベッドで寝ればポケモンも回復するから回復手段はあるけど、これはバトル控えた方が良さそうだな。よし、炭鉱夫になろう。鉄も結構な量手に入ったし、
石から鉄にグレードアップできそうだ。主さんにダイヤゲットの権利が与えられたようです。ちなみにポケモンのドロップアイテムでダイヤをゲットしようとするとバンギラスやディアンシーに勝たないといけないですね。そっちの方がゲットするまで2時間かかりそうなんだよな。一回やってみたいのがポケモンのドロップアイテムだけでエンドラ討伐目指すやつ。ポケモンと団結が深まりそうでいいじゃないですか。もう最近エンドラ倒すってなったらマナ板に頼りきりだもんな。マナ板からちょっと離れるのもありかもしれないな。すぐ戻ってきそうですけど。私もそう思います。あと主さん気をつけてくださいね。今回敵モブも湧きますので。あ、そうか。そういえばポケモンがいるのに普通にラマと書いたもんな。ピクセルモンを導入するとバニラモブが湧かなくなるんですが、今回は湧くように設定してありますので、そこもうまく利用して世界征服を目指してください。炭鉱セブンでございます。世界征服をする過程でこの道は通らなくてはならない。世界を制する者は地下を制すると言われているからね。それは聞いたことないですけど。絶賛ダブルスケルトンに襲われています。スケルトンの矢って無防備だと普通にダメージ大きいな。いや地味にピンチだよね。あぶねえ。これいつもみたいに気軽に洞窟探検してると普通に返り討ちに遭いそうだな。炭鉱セブンからからにこもるセブンになります。また新しい主さんのモードだ。かまどの焼き時間を短縮するために、かまどをグレードアップできるようになりました。まずは鉄のかまど。鉄のかまどは、火元のアイテムと、焼くアイテムの両方が、スロットに枠になっています。これを金のかまどにグレードアップすると、枠がそれぞれ4つとなり、焼くスピードもかなり上昇し、効率も上がります。かまどのグレードアップはバニラでも実装してほしいぐらい便利だよ。かまどモッド、かなりおすすめします。一番のおすすめなのはやっぱりピクセルモンだけどね。ピクセルモン初めて4年が経ちますからね。そんな主さんのお墨付きです皆さん、ピクセルモンは。ということでからにこもるセブンから剣士セブンに変更。この壁の向こうに敵の気配を存分に感じるぞ。ゾンビの声がすごく響いています主さん。奴らにはマナ板の武器なんぞ使う必要もないからな。粉砕してやろう。さっきの貧弱セブンと思うなよ。今コウモリに矢が当たりましたよ。てめえ。よくもコウモリに傷を負わせたな。貴様だけは絶対に許せねえ。過去にコウモリに命でも救われたんですか。仇は取ったぞコウモリ。いやさっきのコウモリ倒されてはなかったですよ。ダイヤの前で、糸丸と戦闘を繰り広げています。なんかダイヤをめぐった争いみたいな感じしてますけど。別に糸丸がダイヤの門番とかそういう感じでもないんだけどね。そしてアチャモが若シャモに進化。クリーパーが二人で仲良く水に浮いているのがわかりますね。進化のタイミングで洞窟の中確認できるのいいね。まさかこんな使い方ができるとは思ってなかったよ。ということで若シャモに進化。ダイヤの回収も忘れないように。ダイヤゲットが、錬金術師への第一歩ですからね。突然乗るなーら、出てくるタイミングが早いんだって。世界を征服した後に出てきて欲しかったわ。まだボールすら一つも作ってないですからね。だがボングリハ集めた。今からボールを作ればルナーラゲットのチャンスはある。急いでボール作りをするぞ。まずポケ鉄毒を作る。そして鉄のディスク、ボングリを焼いて、クイックボールのディスクを作って、カンカンタイムだー。おいちょっと待て、金のハンマー耐久力なさすぎるだろ。もう壊れるじゃないですか。壊れました。よし、クイックボール完成だ。ルナーラはまだいる。間に合った。さあルナーラ、君にはクイックボールの餌食になってもらうぞ。は、普通にシャドウレイでオーバーキルされちまった。いや、ここで回復装置を作ればまだバトルできます。このままサファリ形式でボールを投げるのもいいけど、それだとクイックボールの性能がモンスターボールと一緒になっちまうからな。あれ？どうやらタイムアップのようでした。待ってよペリッパー、私をお空へ連れてってー。しかし届きま、ドアー。もう私ダメ。ちょっとピジョットさん、私を大空に連れてってくれないですか。すごい大空に行きたがるじゃないですか。マナ板のチェストプレートさえあれば自分で飛べるんだけど、そんなものが作れるほどダイヤ持ってないんだよ。ダイヤツルハシに使っちゃったので、現在主さんのダイヤ所持数は2個ですね。やっぱり普通にマナ板作業台作るまでの過程長いよこれ。それでピジョット全くゲットできる気しないし、もう自力で村を探そう。世界征服までの道のりはまだ長そうです。しっかりバイオームも変わったけど、村は発見できました。ようやく若者の回復ができますね。チェストの中身はなんじゃろな。さすがにパークボールとかは入ってないか。出ないことはないですけど、パークボールが入っているのは奇跡に近いですからね。その奇跡今回起きそうにないもん。ウッパギリギリ届かない。主さんを嘲笑うかのようにフライオンが飛んでいます。あってもわざわざフライオンゲットしなくてもビブラーバが隣にいたわ。入ってくれたりする？ゲットできるんかい。
すっかり夜になっちゃったけどフライゴンに進化。これで私も空を飛べるようになった。さあ、ここから世界征服へ一気に歩みを進めていきたいですね。世界征服をするためには、錬金術師になる必要がある。その錬金術師の権利を得るためには、賢者の石なるものを作らなければならない。賢者の石を作るためには、ダイヤとレッドストーン、そしてグロウストーンが必要になりますね。ということはネザーに行かないといけないってことだ。マインオールって便利だな本当に。ということでグロウストーン取りに行ってきました。これで主さんに錬金術師の権利が与えられますね。これが世界征服への大きな一歩となる。賢者の石は錬金術系のアイテムを作るのに重宝されます。まずはこちらの変換テーブル。このアイテムは EMC でアイテムを生成することができるものです。これが世界征服への鍵です。中身はこんな感じになっていて、持っているアイテムを EMC にすることもできるし、貯めた EMC でアイテムを作ることも可能。ここでポイントなのが、変換できるアイテムは登録したアイテムでないとダメなんです。最初からこの世界にある全てのアイテムに変換できるわけじゃないんだよね。でも全てのアイテムを変換できるようにするアイテムがあるんだよね。それが錬金大全というものなんです。ようやく繋がったね。よし、変換テーブルさえ作れればゴールは近いぞ。次はまな板作業台だ。まな板作業台はダイヤを54個消費するので、ダイヤが1つ 8000EMC なことから、だいたい50万 EMC あれば作れるということですね。そしてその EMC を効率的に集める方法わかりました。フライゴンに乗ってグロウストーンを集めまくるというものです。グロウストーン出すと1つでは大した EMC にはならないですけど、数の暴力で攻めるということですね。そういうわけだペル君。しかもフライゴンに乗ってどこのグロウストーンも回収できるし、マインオールで回収忘れの心配も一切ない。これがモッドの力なのだよ。モッドの力を見せつける回になってないですか。よし、これだけあればまな板作業台分の EMC になってるだろ。さ、EMC はどれぐらいになるかな。75万 EMC。 全然余裕でまな板作業台作れるじゃないですか。むお、ほ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 、これで世界の半分は征服できたと言っても過言じゃない。かなりまな板だよこれ。ということで今回も登場しましたまな板。さあ、次は錬金大全を作っていきましょう。と言っても、作るのにはそんなに苦労はしないです。なぜならまな板作業台をもう作っちゃったから。錬金大全の元の素材は、そんなに難しいアイテムはないんですよね。そうなんだよね。今登録したアイテムで実はもう錬金大全作れちゃうんだよ。まずは上下2列のレッドストーン色違い。まず緑の粉は、木炭と丸石。水色の粉は、鉄とレッドストーン。青の粉は、ダイヤと石炭。これで必要素材の半分は揃いましたね。それで、錬金大全を作るのに一番厄介なのがこれ、クラインの星オメガっていうアイテム。EMC2500 万を超えていて、相当難しい素材が必要そう？と思うじゃないですか。全然そんなことないんですよ。賢者の石と石炭4つ、これで石炭が赤くなります。そんでこれを4つまた賢者の石と掛け合わせます。できた強化版石炭を、ダイヤと合わせます。これでほぼゴールだね。もうゴールしたと言ってもいいでしょうね。これで作れたクラインの星っていうアイテムを、4つ掛け合わせ続けることで、はい、できました。本来なら、凄まじい量の石炭とダイヤが必要なんですが、すでにまな板作業台を作ってしまいましたからね。本も作ったので、これで素材は揃った。ということで錬金大全の完成、世界征服完了。この錬金大全を登録すると、これで、EMC がついているアイテムすべてを変換できるようになりました。まな板パクセルも作れるようになってるね。400万 EMC で作れちゃうんですねこれ。33億 EMC あるからそれが多いのか少ないのかもはやわからん。なんか凄そうなの見つけたわ。長いこと英語で説明されているのですごいアイテムなのはわかりますね。まあ一言で言うと、時間を操れます。右クリックでいろんなモードにできるらしいですよ。コントロールモードがファストフォワードになったみたい。ってことは、時間が早く進むようになったのかな？太陽の動きを見れば一発でわかると思うけど。めっちゃ早くなってんじゃん。普段あんなはっきり太陽が動いてるのわかんないもん。モード変更。今度は落雄モードです。太陽が戻っていってる。もう一つモードがあります。やめれるのもあるのね。このように、時間を早めたり、逆流させたり、止めたり、時間をいろいろとコントロールできるようになるようです。リアルガやんけ。世界を征服するとリアルガにもなれるようになるのか。やばそうなゴールあるな。まな板パクセルでも400万 EMC なんだぜ。約8倍の3000万 EMC ありますね。このジェムシリーズのゴールって見るか。
いかちい格好になったな。飛べます。オリルの発射。まな板の防具よりもスピードは出ますね。この防具、もしやまな板の防具に匹敵するのか？それじゃあその防御力、見ていきましょうか。まな板は攻撃判定すらなかったけど、ジェム装備は攻撃判定はあって、ノックバックもあるみたいだね。しかしダメージはないですね。これはまな板防具とジェム装備、どっちが強いか気になるなぁ。これは後日検証する必要がありそうですね。何でもアイテムを作れるようになっているということで、もちろんマスターボールも作れるようになっています。現在主さんは51億 EMC あるので、マスターボールを5100個作れますよ。マスターボール嫌いになってしまいます。ちなみに1億 EMC で最強マスターボールが作れます。伝説をアンサカ登場させる究極のアイテムじゃないか。まさかこの世界でも作れるようになっていたとはな。世界征服ができれば、このぐらいのことはできるようになってもらわないといけないですからね。ということでマイクラの世界征服は完了しました。次は宇宙征服でお会いしましょう。これ以上やることあんのかよ。10秒まな板チャレンジ、10秒で静止してください。用意、スタート。うおー。じゃここで一つあるあるを。お、なんだイベル君。HP がこの表示になっているときは、大体無茶苦茶な企画です。じゃあ今回も無茶苦茶な企画やないかい。ということで今回は何をやるんだイベル君。今回は、絶対に組み合わせてはいけないクラフトを。なんだそれは。これまでとんでももっとやってきたじゃないですか。組み合わせましょう。いやつい今組み合わせちゃいかんって言ってたじゃん。今回組み合わせるモッドはですね、まな板とインフィニティガントレットです。これは終わった。まな板の力とインフィニティガントレットの力、この二つの力を組み合わせると、どれだけマインクラフトが快適になるか、どれぐらい最強の力になるか、検証していきましょう。今回狙うボスは、ウィザーストームとカオスガーディアンです。出たなチートモンスター。合わせるモッドもそうだけど、今回は敵モンスターも組み合わせてるよね。確かに、ウィザーストームとカオスガーディアン、一緒に出てくることはなかなかなかったですかね。ということで今回はとにかく組み合わせています。なんかちょっと豪華な感じしてるよな今回。さて、まずはまな板からですね。まな板はイージーモードですので、作業台と丸石だけで作ることができます。当然のようにイージーモードだな。いらっしゃいませまな板。まな板でまな板を作って増殖させる。これはもうまな板企画になったら絶対にやる流れだよね。そして防具を早速作ると。防具はまな板作業台で作らなくていいんですか？一瞬でインベントリ埋め尽くされるから。そしてお決まりの剣とツールと。もうこの時点でカオスガーディアンとウィザーストームに、負ける可能性はほぼゼロになりましたね。無双してあげましょう。そしてこの4種の神器を合わせることで、並びどうだったかなぁ。あ、こうでした、こうでした。ということでまな板パクセルです。ほぼゲームクリアですね。いや、まだインフィニティガントレットで力を増大できるからな。私はまだまだ強くなれる。これ以上強くなる必要があるのでしょうか。まな板メニューを開くと、まな板パクセルのカスタマイズがいろいろできます。掘る範囲や深さ、攻撃の範囲、さらにとんでも性能にすることができますね。とりあえず掘る範囲は最大、掘る深さも最大にしておこうか。押し、そしたら鉱石集めだ。おっと、そっか、どんなブロックを壊してもぶち抜いちゃうのか。まな板パクセルは家の前で振り回さない方が良さそうですね。いつか家をぶち抜くだろうからね。まな板を使うと発生する問題点は、インベントリをとにかく圧迫しまくることなんだよな。尋常じゃない量のブロックを一度に破壊できますからね。なので、まな板を使う際は一緒にストレージボックスを使うことをおすすめします。あと岩盤もお構いなくぶち抜くのも注意。次は調理まな板だな。別に包丁で野菜を刻むようとかではないです。かまどのまな板バージョンですね。それ言われてピンとくるのかな。作り方はとっても簡単。作業まな板のレシピの作業台を、かまどにするだけ。はい、調理まな板の完成。ちなみに右クリックするだけで起動できる携帯モードにするには、まな板フックとクラフトするだけです。どのまな板でも携帯モードにした方が便利なのかこれ。ということで精錬するついで増殖させてください。石炭とかも特に必要ないので。今回もはちゃめちゃだなぁ。鉄インモッドが2000個ですって主さん。2000個かぁ。まあまな板なら普通でしょうなぁ。ちょっとまな板パクセルで暴れちゃったな。もう下が真っ黒なんですよ主さん。ここはれっきとした表の世界なんですよ。裏世界とかではないので大丈夫です。ということでインフィニティガントレット渡しておきますね。ありがとうペル君。これだけだと本来の力を発揮できないので、インフィニティジェムなるものを集めないといけないんだよね。いろんな種類があるんですけど、今回はまな板があるので何の問題もないですね。本当にその通り。そんで残ってるのが、緑とオレンジか。緑はエメラルド、オレンジはブレイズロッドです。
エメラルドは山岳バイオームの地下に出てくるって最近知ったから、次の破壊場所は山岳の地下だな。家主さん目的変わってます。ということで山岳来ました。何か探し物ですか主さん。ラマいるかなと思って。あ、今エメラルドあったわ。簡単に見つかったわ。やってインベントリマンタ。破壊してます。なんか後ろが騒がしいな。シルバーフィッシュが湧いていますね。にしてもすごい数じゃないか。シルバーフィッシュって遺跡にいるイメージだったんだけど、普通に地下にもこんなにいるんだな。ちょっと邪魔しないで。推しエメラルド確保。てか経験値多くね。マナ板カプセルの機能ですね。もらえる経験値が倍増します。倍増どころの話じゃない気がするけど。アレッ主さんもう地下資源集め終わりましたよね。今私遊んでいます。おー、後から水に包まれるスタイルいいねこれ。これがマナ板カプセルの力です皆さん。これぞまさしくマナ板の才能の無駄遣いなのではないでしょうか。ネザーにやってまいりました。ここでブレイズロッドを回収します。ネザー要塞を見つけないといけないですね。とりあえず直進しまくっておけばそのうちぶち当たるんじゃない？なんというゴリ押し。おっきらけたな。こういうところにネザー要塞あったりするんだけどな。さすがにまだないんじゃないですかね。出てくるんですね。おし、これでインフィニティジェムをコンプリートだ。しかも今回は全てのジェムが大量にありますからね。どうやら全ジェムを消費して繰り出す技もあるみたいだから、それも試してみたいところではある。さあまずは HP の変化に注目ですね。インフィニティガントレットを持った時の HP の増大の。ちょっと待ちなさい、この HP の量はどういうことだ。あれってインフィニティガントレット装着した時こんな HP あったっけ。いや、展開インフィニティガントレットを装着した時は、HP は1024しかなかったですね。しかしマナ板の力かどうかはわかりませんけど、今回は21億ありますね。どうしてこうなった。ということで近畿を犯したセブンでございます。右手にはマナ板カプセル、左手にはインフィニティガントレット。これ以上何を求めればいいのでしょうか。おそらく、マイクラ史上最強装備になっています。見た目ではわからないけど、しっかりマナ板装備もしているからね。この画面の左右の存在感やばすぎないか？インフィニティジェムをすべてはめ込んだ時限定で、インフィニティジェムをすべて使用して使える特殊能力があるんですけど、代表的なのは、全生物のうち半分を消滅させるという能力ですかね。それはガチでヤバすぎる能力だな。他にも、宇宙を作り直す能力もあるみたいですよ。どんな作用が働いたらそんな力を使えるんだ。でも、今の状態だと全生物の半分を消す能力使えないんだよな。何か条件をクリアしないと発動できないみたい。でもそんな能力使わなくとも問題なさそうですけど。まあそれはそうだよね。次はエンダーパールだ。時を操って夜にして、エンダーマンを沸かせるようにしよう。すでにレベル96ってどういうことでしょうか。これさ、もともと経験値いっぱいくれるエンドラをまな板で倒したら、とんでもない量の経験値もらえるんじゃないの。今回はエンドラ討伐後の経験値にも注目ですね。経験値が降ってくる量はいつもと変わってないな。あってもこれはヤバいやつだわ。すでにいつものエンドラの経験値量じゃないんですけど。レベル438？これでインチャントにはもう困らないですね。そういうレベルじゃない気がするんだけど。っていうか、エンダーマンが一人も湧いてないんだよな。難易度はピースフルじゃないよな。ノーマルだもんな。これもインフィニティガントレットの力か？知らぬ間に敵モブを開かなくしてしまったのかもしれないですね。そんなことある？おし、次はカオスガーディアンかな？とその前に、この島で第2ラウンド行きましょう主さん。あ、ここで戦うの？ウィザーストームと、今回は初っ端から最終形態なんだな。ウィザーストームと戦うときは、常に衰弱状態になるみたいですね。マナ板の力で一瞬で消されてるけどね。マナ板防具を着てたらダメージを無効にするのは当然なんだけど、これ、マナ板防具一つ脱いだらどれぐらいダメージ入るのかな？マナ板防具は一式揃えないと防御力はゼロになりますからね。ということでマナ板防具一つ外しました。全然ダメージ入ってないじゃんか。インフィニティガントレットの時点で、すでに攻撃は効かないようですね。当たり判定はちゃんとあるんだけどね。じゃあ今度はこっちから攻撃するぞ。まずはインフィニティガントレットのビーム攻撃からだ。こっちの攻撃も無効化されています主さん。さすがウィザーストーム、そう簡単には倒させてはくれないか。それではマナ板カプセルで破壊します。倒した後の経験値、どうしても期待できるぞこれは。
ようやく倒せたな。これ、一回マナ板とインフィニティガントレットなしでウィザーストームと戦ってみたいな。パチンコ勝負ってことですか？実際の強さがどれぐらいなのか気になるからね。さあそして経験値タイムきました。今回はどれぐらいレベルアップしたかな ?776。めっちゃ惜しい、あと一つ。普通に取り残しがまだあるんじゃないですか？あったわ。これで来るか？さあ、やったぜー。さあお次はカオスガーディアンです。今回はまな板チェストプレートのみ装着して挑もう。さあ、カオスガーディアンはどれだけの HP を削るでしょうか？おっ、HP 削れたぞ。主さんの HP が640削れました。さらに攻撃がきます。どうだ、結構削れていくんじゃないか？いやこれは増大しすぎた HP のせいだって。ということで、まな板とインフィニティガントレットを一緒に使うと意味不明になるということがわかりましたね。惜し、最後は経験値集めだな。まな板でカオスガーディアンを倒したら、経験値は最終的にどこまで跳ね上がるでしょうか？あれってもうここには経験値ないな。この地面の下に埋もれてるとかそういう感じ。謎の空間。今まで何回もカオスガーディアン倒してきたけど、こんな部屋は初見だぞ。いつもは倒してそのまま終わっていましたからね。なるほど、ここに経験値が落ちていたのか。レベルが1400近くになったのは置いといて、この角みたいなのすごい気になる。